キャロルリーネ・ネブレットはアメリカのソプラノ歌手、モデストの出身。父親はピアノの調律師で第二次世界大戦中は空軍のパイロット、母親はヤッシャハイフェッツのアシスタントであった。2歳の頃からバイオリンをよくする祖母からバイオリンを習ったが、ハイフェッツに歌手としての才能を見出され、南カリフォルニア大学のウィリアム・ベナードの下で声楽を学んだ。 1964年に、ロジェー・ワーグナー合唱団と共にカーネギー・ホールで、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルのエステルの上演に参加して、歌手デビューを果たし、同年のロサンゼルス音楽センターでもオットリーのレスピーギの主の高換の参加の上演にも、天使役として参加している。1965年から1969年まで、ソルヒューロックと契約して、世界中を演奏して回り、 歌手としての名声を挙げた。1969年には、ニューヨークシティオペラにおけるジャコモ・プッチーニのラ・ボエームで、ムゼッタ役としてオペラ歌手としてデビュー。1976年には、シカゴで、プッチーニのトスカで、ルチアーノ・パバロッチと共演し、1977年のコベントガーデン王立歌劇場でのイギリス女王、エリザベスに聖。 在25周年記念のオペラ上演では、プッチーニの西部の娘のミニー役で、プラシド・ドミンゴと共演した。1979年には、リヒャルト・ワーグナーのサマヨエル・えるオランダ人でメトロポリタン歌劇場に初登場した。2005年にオペラから引退し、チャップマン大学等で後進の指導に当たった。結婚は3度しており、最初の結婚相手は、 シェリストのダグラス・デイビスであったが、1968年に離婚している。1973年に指揮者のケネス・スカーマー・ホーンと再婚したが、1979年に離婚。三度目の結婚は1981年に心臓外科医のフィリップ・アクレと言ったが、2004年に破局している。ロサンゼルスにて没。スミス、ハリスン、キャロル・ネブリッド。 スター・ソプラノ・フー・ワン・スベアード・オール・フォー・オペラダイズ・アット71・71ザ・ワシントン・ポストオリジナルの2017年11月28日時点におけるアーカイブ https://archive.is/mx1f62017 年11月28日閲覧んんキャロル・ネブリット・アーチスト・イン・レジデンス2017年12月4日時点のオリジナルより アーカイブ、2017年12月4日閲覧。キャロル・ネブレット・ディスコグス・ハット、キャロル・ネブリット。2013年4月15日時点のオリジナルより、アーカイブ、2017年12月4日閲覧。ゲンスリンガー、ニール、キャロル・ネブリット、ソプラノ・アット・ザ・メット・アンド・シティ・オペラ、DS アット71。 ニューヨークタイムズオリジナルの2017年12月1日時点におけるアーカイブ。https コロンスラッシュスラッシュアーカイブ .is スラッシュ XUO0C2017 年12月1日閲覧。ありがとうございます。